どうして、私なんかに話したの取るに足らない、ただの一人でしょう。絞り出した声が、少しかすれた。切なくて苦しくて、泣き出しそうになる気持ちを、必死でこらえていたからだ。彼は、私の髪をくしゃっと撫でると、小さな声で呟いた。 子供の頃の私は、今の自分の姿を想像できないだろう。疲れ切った体でもうとっくに限界を迎えているはずなのに、それでもその先を求めて、脳は刺激を求めている。ダブルベッドの上で、怠大々になる呼吸。汗でまとわりつくシーツに、嫌悪感を覚えながらも、 筋肉質のこの腕の中から抜け出せない。中毒性のある甘いトーン。女を知り尽くしたテクニック。時々見せる少年のような瞳。でも、決して慣れ合いはしない心。一見、すべてオープンにしているように感じる。でも彼の中には、簡単に超えられない一線があった。 その境界線を保って今日も誰かを抱いている罪悪感なんてまるで感じていないかのように何か食べていくお腹空いたでしょメンソールの煙が部屋の中に立ち込めるさっきまでここで起きていたことがまるで夢のようだ体には彼に与えられた刺激が まだ残っている。野良猫に餌与える人癖になるからやめといた方がいいよ。私は無造作に散らかった服を身につけながら言った。東条さんは笑いながら私の着替えを見つめる。身支度を整えた私は兄弟に向かってメイクの崩れを確認した後外していたフィッシュフックのピアスを つけ直した。つれないな。建前か本音かわからないような言葉を愛想笑いで呟く。この場合、彼の言葉は9割嘘と、考えた方が自分にとって都合がいい。住みつかれたら嫌なくせに、何言ってんのカバンの中から香水を取り出して、私はベッドにかかる角度で、 自分に振りまいた。冷めたような口ぶりのくせに、どこかで自分のいた爪痕を残したがる。格好悪いし、ひどく滑稽だ。何それ、マーキング残り顔つけられても、動揺すらしない彼に、心底腹が立つ。振り返らず、玄関から消える。私に向かって彼は言った。 またね、子猫ちゃん。渋谷の街並みはいつ見ても騒がしさに飲まれていて、溢れるほど人がいるのに、妙に孤独や他人の冷たさを感じる。人工の輝きに消された夜空の星は、下手くそにあがく私に何を思うだろう。東条さんと知り合ったのは、大学生時代に付き合いで参加した合コン。 明るい人という印象があっただけで、連絡先を交換しても、その後の発展はなかった。それから社会人になって、取引先の担当者として、私の会社を訪れていた彼と再会。5歳上の彼の落ち着いた姿と、優しい笑顔に惹かれて、気づけば、都合のいい女になっていた。でも、 私はもう何もわからない少女じゃない。初めて抱かれた時に目に入った左手の薬指。この人の本命になることはないと一瞬で悟った。それでも未だに彼と体だけの関係を続けているのは低層関連の欠落か、あるいは苦しい世界からの現実逃避か。 大学を出て、普通の会社に入って働く日々、当たり前だと褒められることもない。理不尽に怒られても、頭を下げて、長いものに巻かれる。そんな社会に対して、何の未練もない。ならばいっそ、誰かに全てを壊されるのも、悪くないかもしれない。東条さんに抱かれていれば、 その時だけは私が彼を独占できる。目の前にいるのは私。爪を立てることも、噛みつくこともできた。だけど、それも一夜の夢。どんなに好きになったとしても、私が彼を永遠に縛ることなんて、できない。手を伸ばしても、二番以上の席は、最初から、用意されていないのだから。 自分の意志で彼に会うくせに、部屋を出ればまた孤独になる。くだらないことを繰り返している自覚があった。それでも、彼と繋がっていたい。どんな形でも、そばにいることを許されたかった。せめて、彼の重荷にならないように、物分かりのいい女を演じ続けるのは、自分自身に、 立場をわきまいさせるる。ためでもある期待する方が苦しくなるのをわかっていたから「奥さんフローラルが好きなの?」「1ヶ月ぶりに訪れた彼の部屋では私とは違う香りがした」「部屋のアルマオイルとは違う明らかに女を感じさせるもの」「私の問いかけに今にもベッドに」 なだれ込みそうな体勢の彼は、苦笑いを浮かべた。いや、手短に答えた彼は、私の胸に顔をうずめたまま黙り込む。そのまま何も言葉を交わすことなく、沈黙の時間が過ぎていった。彼には、私のような相手が他にもいるのだろう。自分が二番にすら、選ばれないかもしれない現実に。 胸の奥がヒリヒリと痛んだ。でも、うまく遊びたいのなら、他者の存在を隠すはず。正直に自分の交友関係をさらけ出すのは、最低な関係の中でも、彼なりに誠意を見せているのかもしれない。嫌だったら、帰ってもいいよ。再び顔を上げた東条さんは、私に気を使わせないように笑った。 最初から期待もしていない私には、どれだけ他に女がいても、あまり影響はない。本命になれないという事実は、私と残りがの彼女、どちらにも適用されるということ。くだらないおしゃべり、求めてないけど。ぶっきらぼうに言い放って、私は彼の唇に噛みついた。今だけは。 この夜だけは私のターン。他の鍵は全て排除して、脳も体も私を求めなきゃ許さない。ちょっとした寝苦しさを心に抱えて、私は今日も彼の腕に落ちていった。東条さんはさ、私がもう会わないって言ったらどうするのわかりきった質問を反応欲しさにとぼけてみせる。 どうせ私がいなくなれば次の私を探す彼にとって私は人混みにまき出るその他大勢と何も変わらない執着する必要もない他にいくらでも変わりはいるから寂しいとは思うけど仕方ないんじゃない煙と一緒に吐き出されたその言葉は口当たりが良さそうに見えて優しさは一つもない 自覚していたはずなのに、妙に虚しい。自分で質問をしたくせに、返す言葉が見当たらない。うつむいた私を置いて、彼はベッドから立ち上がると、隣の部屋から一枚の写真を持ち出した。穏やかに微笑む一人の女性。彼はゆっくりと私に話し始めた。これね、俺の奥さん。十年前に亡くなったの。 彼の指輪の相手が亡くなっていると知り言葉を失う実体がない思い出の中の彼女は彼の心の中で美しく生きている生きている人間を相手にするよりもそれは残酷だと思ったどうしたって勝ち目はないのだから咲キが亡くなってからずっとサキみたいな誰かを探してるでもそれって 失礼だよね。どんなに見た目や声が似てても、その人は先じゃない。彼は、十年経った今でも、奥さんのことを愛し続けている。だからこそ、感じられなくなった、ぬくもりに耐えきれずに、代わりの誰かと夜を過ごしているのだ。私に、他の女の影を隠さなかった理由を、今になって理解する。 特別だなんて思わせたくなかったんだろう。東条さんにとって、佐さん以上になる人はいない。だから私がもう、この部屋に来ないと言っても、その時のぬくもりに寂しさを感じるだけで、執着することはないのだ。幻滅した。騙すつもりはなかったんだけど。物悲しそうに微笑む彼に、悔しいほど胸が震えた。 素直すぎる言葉が直接的に私に突き刺さる。どうして私なんかに話したの取るに足らないただの一人でしょ絞り出した声が少しかすれた。切なくて苦しくて泣き出しそうになる気持ちを必死でこらえていたからだ。彼は私の髪をくしゃっと撫でると 小さな声で呟いた。君があまりにも聞き分けのいい子だから。それはまるで自分から私を解放するかのような物言いだった。月明かりに光る瞳に乱れた姿の私が映る。開きかけた心のドアを再びきつく閉ざすかのように。 彼は黙ったまま私を強く抱きしめた。抱きしめ返せば壊れそうなほど、繊細で不器用な彼の背中。消化しきれないような孤独を抱えて、これからも生きていくという強い意志を感じていた。一週間後、私のスマホから彼の連絡先が消えていた。噂によれば昇進と同時に。 他の部署に異動になったらしい。彼との関係はあの夜に、後腐れもなく終わりを告げた。目を閉じれば、今もあの部屋の情景が浮かんでくる。最初から諦めていたはずなのに、いざ手放すとなると苦しいなんて、傲慢な自分に思わず呆れてしまう。彼のことが大好きだった。たとえ、自分だけのものにならなくても。 困ったように笑う彼の顔が脳裏に焼きついて離れない片方だけになった左手の指輪が彼から外れる日は来るのだろうか真似をして吹かした一本のメンソールは涙を誘う優しい味がした最後までご視聴いただきありがとうございます 今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ずっと言いたかったけど、仕事の関係だから我慢してた。でも、もう無理だ。お前、何度言ったらわかるんだよ。そう言って怒鳴ってくる。 上司の泉。す、すみません。このパワハラまがいの上司。私は頭を下げながらも、心の中では反抗心を燃やしていた。私と5歳年上の泉が、仕事で組むようになって1年。爽やかで背も高く、イケメンな彼は、社内では人気があるし、上からの信頼も厚かった。 みんな見た目に騙されてるよ私も最初はみんなと同じように憧れのかっこいい上司だと思っていたしかし実際はこれだ私も仕事ができないわけではない彼が厳しすぎるのが問題なのだおい聞いてるのか泉は私がちょっとでも意識をそらすとすぐに注意してくる わかってますよつい反抗的な態度をとってしまいそれがさらに泉を怒らせていた毎日気乗りしないまま出社周りはうれあましがっているが私はもうふんざりだったそんなある日のこと私は仕事で重大なミスをしてしまった取引先へ謝りに行ってきます 涙目になりながら私がそう言うと、泉がついていくと言い出した。私一人でも大丈夫ですから。そう言って強がったのだが、泉は。お前一人じゃ無理だろ。とだけ言って、ついてきてくれたのだ。そして泉は、取引先でひたすら頭を下げ、私を悪く言うこともなく。私の責任です。と、 言い続けてくれた。その日は、一日中謝罪を繰り返し、何とかミスの影響は、最小限に抑えることができた。あ、はい、わかりました。泉は、誰かと電話している。電話を切ると。今日は直帰でいいって、部長から。そう言ってきた。す、すみません。本当に今日は、 ご迷惑をおかけして。私が泣きながらそう言うと、泉はため息をついた。どうしよう、また怒らせちゃったかな。ところが違ったようだ。いいんだよ。お前の失敗は俺の責任でもあるから。思ったより優しい言葉に、私は表子抜けしてしまった。ありがとうございます。あ 私からも会社に連絡を。しかし、泉に止められた。連絡いらないって、さっき部長から言われた。落ち込んでいるだろうから、飲みにでも連れて行ってやれって。歩きながら私は、ずっと泉に謝ってばかりだった。何回謝るのうるさい。泉は、私の目も見ずにそう答える。何を 申し訳ないと思ってるだけなのにそして店の前に着くと泉は先に入って人数を伝えてくれた今は個室しかないらしいけどいいよなそう聞いてきた私も深いことは何も考えずはい個室で大丈夫ですと答えたのだがこれが私の意識を完全に狂わせるきっかけになろうとは このの時は思っっていなかったのだお疲れ席に着くとビールを二人分注文してくれた泉私は日頃の疲れがあってついお酒が進んでしまった案外飲むんだなそう言って泉は笑うが彼も相当酔いが回っているように思う泉さんはお酒弱そうですねその言葉に泉は反抗してきた 弱くねえよまだいけるからな案外強がりなのかなそんなところもなんだか可愛いいと思ってしまうって何考えてるの私私はその思いを振り払いながら冷静にあんまり無理しないでくださいね帰れなくなりますよそう言っておいたいいんだよ明日休みだし泉の負けず嫌いに 火をつけてしまったと後悔したが、意外な一面も見られた気がする。ちょっとトイレ。そう言って席を立った泉。しばらくして戻ってくると、今度は私の隣に座ってきた。え酔っ払っているだけだよね。ちょっと、泉さんの席はあっちですよ。そう声をかけても、 泉は私の肩に持たれて何やらむにゃむにゃ言っているえ何ですか私はちょっと強い口調で泉にそう問いかけてみたすると泉は上目遣いになりお前がいつもどんくさいからさ何よそれすみませんねいつもお世話してもらっちゃってそういうところがかわいくて ほっとけなくてさ。え聞き間違いちょっと、泉さん酔っ払いすぎ。もういいでしょ早く戻ってください。私は動揺してしまい、さっきより強い口調で泉を起こした。酔っ払ってないって。そう言うと、泉は急に私を押し倒してきた。ちょっと。 私は抵抗しようとしたが、思ったより力が強い。酒の力を借りないと言えないんだよ。お前が好きだ。嘘、でしょ。私はその言葉に、あぜんとしてしまった。今まで何のそぶりもなかったのに、泉は本気なのだろうか。でも、お酒が入った人の言うことなんて、 信用できない。泉さん、冗談はいいから。そう言ってみても、泉の態度は変わらない。押し倒した私を見つめながら。ずっと言いたかったけど、仕事の関係だから我慢してた。でも、もう無理だ。そう言って私に、キスをした。私は、全身の力が抜けてしまった。そして、 ある思いが頭の中を駆け巡る。私も泉さんのこと、ずっと、好きだったのかもしれない。でも明日になればきっと、泉もこのことは忘れているだろう。私は泉とキスをした後、少しだけ冷静さを取り戻していた。私たちは会計を済ませると、駅の方に向かって歩き出した。 ところが泉の様子がなんだかおかしい飲みすぎたのか泉は道端に座り込んでしまった気持ち悪いだから飲みすぎだって言ったじゃないですか私は半分怒りながら和泉に水を買ってきて飲ませたこんなことしてたら終電がこのまま放って帰るわけにもいかず私は介抱するしかなかった 少し歩いては止まり、歩いては止まりを繰り返す泉。泉さん、終電が。私はそう言いながらも内心。明日休みだし、いいかな。と思っていた。泉ともう少し一緒にいたい。それが本心だったのかもしれない。泉は私の腕を掴みながら。ごめんな。 お前の前だとつい飲みすぎて。と言ってくる。何よ、私の前だとって。少し嬉しい気もしたが、まだまだ半信半疑のまま。そんなことをしている間に、終電はなくなってしまった。私たちは歩きながら、とりあえず泊まれる場所を探したが、どのビジネスホテルも満室だった。どうしよう。 私が困っていると一室だけ空いているホテルがあったここってそういうホテルだよねでももうなりふりかまっていられないこの寒さの中野宿なんてしたら大変なことになってしまう泉さん着きましたよベッドに倒れこんだ泉を見てとりあえず私は一息ついた疲れた お風呂に入ろう。泉は寝ているし、このまま朝まで起きないだろう。私はそう思って、一人でゆっくりお風呂に入った。一人になると、いろいろさっきのことを考えてしまうが、それを振り払うかのように、私は湯船に潜った。お風呂から上がると、なぜか泉は起きていた。 泉さん起きたんですかうん。酔いは覚めた。そう言っている泉はいつも通りの泉に戻っていた。気まずい。どうしよう。お前が連れてきてくれたの。泉はここがどこかはわかっているはずだ。私は必死に言い訳をした。ど、どこのビジネスホテルも空いてなくて、なんとか泊まれるのは、 ここしかなかったんですよ。慌てる私を見て、少しだけ笑っている泉。そんなに言い訳しなくてもわかってるよ。俺もお風呂行ってくるわ。そう言ってお風呂へ行く、泉の後ろ姿を見送った。ああ、もう、意識しちゃう。そんなことを考えていたら、目が覚めてしまい、泉が戻ってくるまで、部屋をうろうろとしていた。 何まだ起きてたのそう言って泉は笑っている。お風呂に入ったら、目が覚めただけです。もう寝ますから。私は、気持ちの整理がつかず、ついつい怒った口調になってしまった。怒るなよ。そう言って、私を抱きしめる泉。本気だから。その言葉に、私は戸惑った。 まだ酔っ払ってるくせに疑いを持ったままだったが自分の気持ちを隠すことはもうできなくなっていたそのまま私たちは一夜を共にしてしまったこれから気まずくなっちゃうかな私は今の幸せより今後のことを考えてしまったところが私の心配をよそに 泉の態度は相変わらずだったお前また何回言ったらすすみませんこれでいいのか悪いのか会社には秘密だが私たちは実はあれから交際を始めていた酔っ払っていなくても家ではデレデレな泉を見て私は幸せを感じている 最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。